5月12日、中3英語の授業を始めます。最初に、単語テストね、いきますので、単語の本を出してもらって、46ページ、単語の本の46ページの344番から、363番までが今日のテストなので、その音声をまず聞いてもらいます。じゃあ、いいですかね。では行きます。Sunny. It's sunny in Sydney. And she can speak English and Chinese. But this book is popular, but I don't like it. Or I want milk or orange juice. So Bob is kind, so we love him. Before, she usually comes to school before 8. After, they often watch TV after dinner. At, she usually goes to bed at about 10. By, we can go to the park by bus. Four. My mother makes breakfast for us every morning. From. This is a letter from Mike. In. My sister is in her room. Near. Do you live near this school? Of. I'm a member of the basketball team. On. Her notebook is on my desk. 2. I often go to the library. With. Come and play soccer with us. About. Do you have any books about animals? Like. The cat is like a fox. Over. I can see a plane over the hill. はい、では、単語テストを用意してですね、単語テストをやってください。その間、動画を止めてください。やり終わったらまた動画を見てね。はい、それでは 単語テスト終わったと思いますので、今度はリスニングテストね。まだ取りに来てない人は、取りに来てからリスニングテストはしてください。で、取りに来てる人、来た人は手元に新しい続きのリスニングのプリントがあると思いますので、今日は3級です。5月12と書いてある3級の問題ね、用意して、5月12と書いてあるもの、台本の方ですね。3級の今日はナンバー16から20ね、ナンバー16から20までを英検のサイトに行って音声聞いてやってください。やり終わったら解説しますからね、また動画を見てください。はい、ではね、リスニングテストをやり終えたということで解説をしていきます。はい、今度は台本の方ね、5月12と書いてある3級の一番最初を見てください。はい、まず No.16 ね、There will be a fashion show in town next month. 来月街でファッションショーがあるのよと女の子が言ったら、男の子が、いや、そうだねって。We should get tickets. 僕たちは切符を買うべきだねと。そう言ったら女の子が、OK、分かったわ。I'll do that today. 私今日買っとくわと。I can buy them on the internet. インターネットで買えるからと。なら男の子が、いいねと。はい。で、クエスチョンですが、What is the woman going to do today?、はい、today ね。今日女の人は何をするつもりか。はい、3行目ね。I'll do that today. 私今日それをする。
はい、do that は1行前の get tickets ね。はい、従って答えは2番 buy some tickets ね。自分のだけじゃなくて男の子の分ね、はい、買うはずですから。はい、ということで2番。じゃあ次です。Number 17. はい、Will you take the bus to the beach? はい、あなた、ビーチまで行くバス乗るつもりなの？つもりかい？と男の子を聞いたら女の子が、いいえ。I was planning to. 私歩くつもりだったのよ。と。そんなら男の子が、Why don't we ride our bikes? 僕たち自転車で行ったらどうかな？と言ったら、女の子が、Good idea. いい考えね。ということですから、Question. How would they get to the beach? どうやって彼らは、ビーチに、浜辺に着くでしょうか？だから、自転車で行かないかと提案したのにいいねと女の子も言ったので、二人とも自転車。ということで、答えは、Some by bike.はい、じゃあ次です。Number 18. Hello. 電話ですね。もしもしと男の子が言って、あ、お父さんか。お父さんが言って、娘が、はい、だとね。いや、もしもしお父さん。Can you come and pick me up? はい、お父さん、私、車で迎えに来てくれる。Sure, いいよ。Are you at school? 学校にいるのかい？女の子が、No, 違うわ。I'm at my friend Kenta's house. 友達のケンタの家にいるのよ。と。な、OK、わかったよ。I'll be there soon. すぐ行くよ。The question, where is the girl calling from? 女の子はどこから電話していますか？はい、4行目ね。I'm at my friend Kenta's house. と言ってますから、正解は4番。Her friend's house. 彼女の友達の家から。ということね。はい、いいでしょうか。じゃあ、Number 19.Excuse me, すいません。I bought this shirt here last month. 僕、このシャツ先月ここで買ったんだけど、今着てるね、そのシャツを。And I like to buy another one. 別のやつを買いたいと思ってるんですけど。Would you like the same color? 同じ色がいいですか？店員が言ったら、No. いいえ、This time I'd like a blue one. 今回は青いやつを買いたいと思います。で、女の店員が OK はいいです。わかりました。The question. What does the man want to do? 男の少年じゃなかったね。男の人は何をしたいんですか？はい。ブルーのね、シャツを買いたい。前と同じようなね。いうことですから、はい、正解1番。Buy a blue shirt. はい。じゃあ次。今度 No.20.こういう会話でした。Let's study at the library tomorrow. 明日図書館で勉強しない？しましょうよと女の子が言ったら、男の子が、Sorry, I can't. 悪い。できないんだ。Do you have rugby practice? ラグビーの練習あるの？いや、そうなんだよ。We need to get ready for our big game next weekend.次の週末、大きな試合がある。それに向けて練習する必要があるんだ。で、question で、Why can the boy go to the library tomorrow? なぜ男の子は明日図書館に行けないのでしょうか？はい、上から4行目ね。Do you have rugby practice? で、いやと言ってますから、はい、1番ね。He has to go to rugby practice. ラグビーの練習に行かないといけないから。はい、ということで正解ね。もう1回確認すると、16番が2番。17番が3番、18番が4番、19番が1番、20番が1番、ね。はい、まあ、今日3級なんでね、できれば全部合わせてください。はい、それではですね、これで単語テストとリスニングテスト終わりましたので、ではテキストに行きましょう。はい、テキストはこの間また1年、1年じゃない、2年のところの復習ね、のページを宿題にしましたから、はい、105ページですね。105ページを開けてください。じゃあ105ページ回答していきます。はい、では、105ページ
の4番、間違い探しね、間違い探し。はい。Mr. Brown came to meet me. はい。不定詞 to の後原形でしたね。はい。だから to meet。to meet にならんといけない。はい。2番、Tom wanted to sing at the concert. トムはそのコンサートで歌いたかったんですけど、はい。to の後原形だからね。sing ね。to sing。3番 I'm looking for to something drink になってますが look for 探しているね、はい、あの何か飲むものは something to drink ね語順がおかしい something to drink 4番I'm glad to see you again. 僕はあなたにまた会えて嬉しいですが、はい。at だったら前置詞ですから動詞原形いきませんね。at の後は名詞ね。すぐ I'm glad at the news とかならいいんですけど。はい、ということで不定詞にすれば be glad to do ありましたので to see にすればいいね。4番は to see。じゃあ5番ね。5番は、To sing songs are a lot of fun. はい、これ、songs が複数だからなんとなくあーでいいと思うかもしれませんが、主語は To sing ね。まあ、songs まで主語と思っていいですけど、To sing songs、歌を歌うことは、歌うことはだから複数じゃないんで、is ね。is。is a lot of fun。is にしてください。はい。じゃあ4番いいでしょうか。では5番です。まず to を補うべき位置ね。1番はライブラリーの後ね。ライブラリーとスタディの間に入れてください。はい、Ken went to the library to study English. Ken は英語を勉強するために図書館に行きました。ね。Ken は英語を勉強するために図書館に行きました。ね、1番はそうなったらいいです。はい、じゃあ2番ですが、anything と eat の間ですね。anything と eat の間に印入れてください。Do you have anything to eat? Do you have anything to eat?、ね、あなたは何か食べるものを持っていますか?Do you have anything to eat?、はい、あなたは何か食べ物を持っていますか、はい、じゃあ3番です。3番は最初ですね。learn。learn の前に to learn ね。to learn と言ってください。to learn the foreign language is difficult、はい。外国語を学ぶことは難しい。外国語を学ぶことは難しい。まあ、習得すると言ってもいいけどね。外国語を習得することは難しい。はい、では4番。よし!で、4番ですが、4番は、is と help の間ね。is と help の間に入れます。はい。His work is to help his father. 彼の仕事はお父さんを手伝うことです。彼の仕事はお父さんを手伝うことです。はい、では最後5番。はい、京都と C の間ね。京都。京都と C の間に入れます。はい、We visited Kyoto to see old buildings. 私たちは古い建物を見るために京都を訪れました。私たちは古い建物を見るために京都を訪れました。はい、いいでしょうか。では今度大きい6番いきます。はい、まず6の1。はい、元の文ね。Please give me something to drink.
私に何か飲み物をください。To drink ですけど、飲むための何か、ね、形容詞的よ。同じなのは、あですね。I want a pen to write with. 私は書くための、それを使って書くためのペンが欲しい。一番は。じゃあ、二番。I was happy to find my watch. 形容詞の後に to do 来たら、何々してどうだこうだというやつね。副詞的用法というやつです。はい、同じようなやつは、はい、いいですね。My mother was surprised to know the price. 私のお母さんはその値段を知って驚きました。ね、surprised は過去分詞ですけど、過去分詞は形容詞の一種と思ってくださいね。はい、ということで、いい。で3番です。Mr. Smith tried to sleep, but he couldn't. スミスさんは try to 眠ろうとしたができなかった。はい、try to do は、まあ、何々しようとすると訳しますね。try to do。まあ、上手な訳は何々しようとする。今回の問題を考えるときには、何々することをね、試みると考えて、はい、ことが出てきてるから名詞的用語だけどね、何々することを、何々することを試みる、やってみると、はい、こんな風に動詞の後で何々することになってるのを探しますから、そうなると絵ですね。 We started to save money。 私たちはお金を貯金し始めた、お金を貯めることを始めた、はい、3番は絵です。名詞的用語ね、いいでしょうか、うん、はい、では今度は7番です。並べ替えね。はい、じゃあまず1番、はい、Do you の後ですけど、もう3つですからね。 Have anything to do next Sunday? Have anything to haveAnything to ってなればいい。はい、あなたは次の日曜何かやることありますか。じゃあ2番ですが、The boys went、 少年たち行きました。はい、to があって選択肢の to があるが、はい、まずどこに行ったか。はい、to the park。公園に行きましたと言ってから何のために行ったかというと、はい、to play soccer、 サッカーをするため、 to play soccer、 はい、これで意味が取れますね。 The boys went to the park to play soccer。 はい、じゃあ3番、 The students in my class soon、 はい、私のクラスの生徒たちはすぐに、はい、もう begin to do しかないね。began to read books、 本を読み始めました。Begin to start ね、ちょっとあの使い分けがあるみたいで、あの会議さあ始めようというときは Let's begin、ね、the meeting の方がいいらしいです。自分がやることをね始めるときには Begin、 他の人が何かする、第三者的に、第三者が何々するのを始めるというとき Start ね使うのが、そういう使い分けがあるみたいね。まあいろいろこういう時にはこっちが良くて、こういう時はこっちが良くて、いろいろあるみたいなね。まあ、だんだん知識を増やしていってください。はい。では次です。最後。4番。なんとかロットファンね、はい。一緒に歌うことはとなればいいですから。to sing together is。主語に不定詞が来るやつね。to sing together。一緒に歌うこと、はい、何々することは単数扱いなので is です。is a lot of fun、ね、
楽しい、興味深いは interesting ね。興味深いとか知的に好奇心そそられるとかじゃなくて楽しいという時は fun ね。で、fun だけでもいいけど、とても楽しかったらアラログね、アラログをつけて打つ。はい。じゃあいいでしょうか。それでは、このところ中3の不定詞やってまして、はい、今日最後の1ページ、110ページね。このページは内容が山ほどあるんです。110ページね。一回盗めばいいけど、つまんかもしれない。では、110ページいきまして、中3の不定詞の3つ目ね。まずは、トゥートゥーというのが出てきてます。トゥー、何々ね。トゥー。はい、何々すぎて、何々できない。トゥーもともと何々すぎるとかありましたね。トゥーファースト、早すぎる。ね。トゥアーリーね、時期が早いになるトゥアーリー、はい、ということで、そこの例文ね、 He's too busy to watch TV。 ね、彼は忙しすぎてテレビを見ることができない。ノットないけどね。これ、もし後ろから訳すと、テレビを見るには忙しすぎるね。テレビを見るということをするのには忙しすぎるということなんで、結局、忙しすぎて見れない。そういうことになります。ノットなくても、ね、できないという否定の意味になります。だから、そこ書き換えが書いてありますね。このトゥートゥーは、そうざっとキャントとよく書き換えます。そう何々、ざっと何々、キャント。ここがキャントにならんときもあるね。ただの打ち消しになるときもあるんですけど、まあ、一応キャントになることが多いからキャントと書いてあります。はい。He's so busy。そうはとても、とてもってね。で、ざっと。で、そうざっとで書いたら、ここ主語動詞ね、文が来ないといけないんで教授です。文が来ます。そうざっとで書いたら文ね。そうの後は、まあ、形容詞とか副詞が来ます、ね、ここは形容詞とか副詞。 to の後も形容詞か副詞が来まして、こっちの to の後は動詞が、動詞の原形が来る。まあ、自分でスラスラ文が作れるようになればいいよ。これね。He can't watch TV。 彼はとても忙しいのでテレビを見ることができません。ちょうどね、トゥートゥー、このトゥートゥーに当たるところがちょうど so that can't ね、こういうことになってますから、トゥートゥーイコール、ソダッキャンね。はい。で、そうね。今回は、彼しか出てこんかったけど、彼とテレビしか出てこんかったけど、もう一個、これをもうちょっと複雑にしたのがありまして、それが二つ目ね。進化法。二つ目は、two for two です。two 何々、for 誰々、for 誰々、to do。はい。これ、何々すぎて、何々すぎて、誰々は、
何々できない。これも後ろから訳せば、何々することは誰々にとって何々すぎるということなんで、何々すぎて誰々は何々できない。ね、これもソーザットキャンプね。これもソーザットキャンプ。で書き換えるわけですけど、この本は難しすぎて僕には読めないね。This book is too difficult for me to read となります。リードでやめてください。なんでかというと、リードの目的語は主語ね。主語に来たものがリードの目的語と決まってるんでね。リード it とか書いちゃいけないんですよ。これが、これの目的語になります。242ね。242。2、何々。4、誰々。to do。242。これも、so that can ね。This book is so difficult。とても難しい。So difficult that I can't read it. で、so that で書いたら、今度は it がいるんですよね。こういう細かいところに気を使って、けんから気をつけます。So that で書いたら、この it が必要になりますからね。この it いる。ここは何もいらない。ね、目的語、この文の時はこれが目的語だからいらない。この文の時はここでも一回切れるんですよ、接続詞だからね。This book の影響はこの文にもなくなってるんで、何を読むかちゃんと This book の2回目として一等を書かないといけません。こっちの文はまだ文が終わってないからね。ここまでで文が終わりで、この形は動詞がここに来てたら、これが目的語と決まってるんでね。いらない、いると。違うことをしないといけないんで、気をつけます、はい。この本は難しすぎて私には読めない。この本はとても難しいので、私はそれを読めない。ね。これでこれ同じ意味になります。いいでしょうか。はい。あとですね、三つ目ですが、3つ目が enough to ね、enough to というやつで、これがまた癖があるね、よく出る、高校になっても出ます。癖があるやつね、そもそも enough と読めん人がいるね。はい、一つは形容詞やら副詞がまず来まして、形容詞、副詞がまず先に来て、これに対して enough to こっち動詞ね、こっち動詞原型、動詞の原型が来るわけですけど、これ、何々できるほど、または何々するほど十分、何々、これこれできるほど、これこれするほど十分、ほにゃらら、ね、これ enough ね、 GH のとこ enough、はい、これ十分というね、はい、例えばそこの例文ね、はい、その少女は私に道を教えてくれるほど親切だった、ね、はい、彼は私を、助けてくれるほど親切だった。 He was kind、はい、
ちょっとカインドが同じだった、はい、彼は私にたくさんお金をくれるほど金持ちだった、だったら He was rich enough to give me a lot of money、ね、はい、彼は私にたくさんのお金をくれるほど、金持ちでした、ね、でこれ、そうざっと今度はキャンで書き換えます。で、He was so rich、 彼はとても金持ちだったので、That he could give me、ただ過去形のくんとね、何々することができたという時使うのあんまり誤解招くのね、今回だったらくんとよりも、was able to とかあっさり gave me でいいね、たくさんお金をくれました、とても金持ちだったので私にたくさんお金をくれた、くんととか使わん方がいい時もある。今回はちょっとクッド使うと可能性だけのクッドにも取れるんで、もう実際にゲームにしとった方がスッキリする。だ基本はソーザとキャンね、もうちょっとキャンが確実に使う場合を書きましょう。そう何々ザット、何々キャン、例えば背がね、手が天井に届くほどね、高いよというような時ありますから、例えば He is tall enough、まあ、リーチは手が届く。The ceiling ね。ceiling 天井です。天井。これなら、so that can. He is so tall. So tall that he can reach. Reach the ceiling.これはもうキャンがあった方がいいよね。いいでしょうか。そうざっと、形容詞 enough to do は、そうざっとキャン。ね、そうざっとキャン。ということになります。同じよね。使わん方がいい場合ね、これよりもっとはっきりするのが、うん、He was kind ね、enough to a lot of people、help ね、He was kind enough to help a lot of people ね。こんな場合、can 使わん方がいいの分かりますかね。He was so kind that he could help、ね、助けることができたじゃなくて、助けたから親切なんで、こういう時は can 使わず、ただ he helped と。He helped a lot of people ね。やるのがいいと思いますから、だからこのキャンは、キャン使わん方がいい時もあると一応知っとくです。
で、ソーザットで書くと時制の一致でね、不定詞はいつも原型なんでいいんですけど、前が過去だったら後ろも過去にしないといけなくなりますので、こういうところが忘れる人多いんです。気をつけます。はい、じゃあいいでしょうか。で、さらにね、このイナフというやつはくせ者で、いろいろめんどくさい性質がありまして、今、形容詞ね、通る背が高いという形容詞、カインドも親切なという形容詞、まあ、副詞でも同じなんですよ。一番列車に乗れるほど早く起きた、ね、I got up, I got up early enough to catch the first train.ね、私は最初の列車に間に合うほど十分早く朝起きました。この early は副詞なんですよ。早くでね、副詞だから、副詞とか形容詞なら enough、 enough はその後ろに来るんですけど、ね、形容詞の後 enough、 副詞の後 enough になるんですけど、もし名詞と一緒に使うんなら、enough の方が名詞の前に来ます。例えば、はい、私はその車が買えるほどね、車が買えるほど十分お金を持っていると。まあ十分ね、私はその車が買えるほど十分なお金を持っていると。 I have enough money、 今度は前に置くんですよ、名詞だったらね。 enough money to buy the car ということで、enough はマネーのような名詞ね、名詞と一緒に使うときには前に来ますね。語順が癖物で、語順に注意という。語順に注意でね、形容詞副詞なら、形容詞副詞なら enough to do です。形容詞副詞 enough to do、 それに対して名詞の時は enough 名詞 to do、ね、enough 名詞 to do、 名詞なのか形容詞副詞なのかの区別がつかんじゃったら、前に置くか後ろに置くかが分かりませんね。形容詞副詞 enough to do、enough 名詞 to do ね、語順に注意と。enough がなかなか癖物です。はい。で、ね、はい。で、さらにですね、さらに、そうね、はい、例えば彼は、そうね、ちょうどいい例文が浮かばんか。あの enough to は for 誰々がね来る時もあるんで気をつけとく、まあ、また出た時言おうか。はい、まあ、また出た時に言います、はい。あともう一つね、大事なのがありまして、はい、原型不定詞ね、to がつかない不定詞がある。今まで to プラス原型が不定詞で覚えてきとったんでね、ここで to がつかない不定詞があるともうめちゃくちゃよね。僕はあんまり原型不定詞とかいうの好きじゃなくて、まあ、原型
原型で覚えておけばいいんです。不定詞とか別に言わんでもね。だから、メイク、ハブ、レッドの後に目的語が来たら原型ね。みんな何々させると。刺激動詞というやつね。これがまた山ほど説明することがありまして。刺激動詞。刺激動詞という言葉は使ってないけどね。ないなさせるという意味で刺激動詞と言います。メイク、ハブ、レッドが来たらその後ね、目的語、まあ、人が普通よね、まあ、犬とかもあるかもしれません。目的語、その後原型が変わってきます。意味としてはここに来た人とかここに来たものにこの動作をさせる、これこれに内面させるという意味になります。入ってるかな、うん、大丈夫ね。でそのさせる意味合いが違ってて、メイクは この人が嫌がっとってもさせるね、無理やりにでもさせる、強制的にさせるときがメイク。で、レッドはいいね。この人がやりたがってることをさせるのがレッド。ね。やりたがってることをさせる。だからまあ、許すね。何々したいよという人にいいよという感じ。やりたがっている人にさせるのがレッドで。ハブその中間です。無理やりでもない、本人が自分からやりたいわけでもない。説得してさせる。ね。ニュアンスが違いますので。こういう事情だからやってくださいよとかいう感じでさせるのがハブです。ね。本人がやりたくないと言ってもさせるのがメイク。やりたいからさせるのがレッド。その中間、説得してさせるのがハブ。ね。これで覚えてます。はい、で、上の例文見てくださいね、138番。He always makes me laugh. 彼はいつも私を笑わせる。ね、まあ、これはちょっと笑いたくないのに笑わせるという意味じゃこれはないんでね。まあ、その無理やりという意味があんまりない場合もあります。まあ、基本こういう違いがあるよということですね、はい。あと、させるという意味じゃなくて、誰々が何々するのを手伝う、助けるね。ヘルプ。ヘルプに昔、ヘルプという動詞は昔ですね。ヘルプ、目的語、トゥードゥで使ってたんですよ、昔はね。昔は、この後に、トゥーが来て動詞の原型使ってたんですけど、もうだんだんトゥーが使われなくなってね。もうヘルプ、目的語、原型で使われるようになってきたわけね。ただ、そうね、バツつけちゃいけない。今でもたまに to がついてる時もあるんで、カッコぐらいにしてみましょう。カッコぐらいね。でもだんだんもうない方が多いね。ない方が多くなってきてます。昔はある方が多かったけどね。もうだんだん、ヘルプ、目的語、原型で、誰々が何々するのを助ける、手伝うね。そういう意味になります。誰々は。誰々が何々するのを助ける、手伝う。で、これと同じような形になったわけね。はい、目的を研究中。これ、させるって意味だよね。助ける、手伝う。これも気をつけておきます。はい。じゃいいでしょうか。このページね、山ほど内容がありまして。はい、では確認問題 C ぐらいはやっておきましょう。はい、では動画を止めてすぐ確認問題 C をやってください。やり終わったらまた動画を見てください。
はい、ではですね、やり終えたということで回答していきましょう。まず1番、私は忙しすぎてテニスができません。はい、後ろ見たら、主語動詞来てない、すぐ動詞来てますね。だから、so that can't じゃなくて、to to だなと。I'm too busy to play tennis ね。so that なら、I am so busy that I can't play tennis ね。で、2番、寒すぎて私たちは泳ぎません。はい、後ろ見たら、us になってるね。はい、だから、to for to だなと。It is too cold for us で、to swim ね、to for to の形。じゃあ3番、彼女は親切にも私を手伝ってくれた。はい、会員の形容詞ですからね、何々にもと訳すときもあります。私を手伝ってくれるほど親切だったでもいいし、親切にもこれこれしてくれたと、ね、こういう日本語になっている時もありますので、はい、enough to。 私を手伝ってくれるほど十分親切だったと。4番ね、あなたの電話番号を私に知らせてください。これね、なんでレッドか分かりますね。この人知りたいんでしょね、知るということをさせてほしいわけね。本人が知りたがっとるわけね、あなたの電話番号をね、はい、だから知りたいからレッドで、レッド目的語原型ですから No, let me know、 let me know よく使いますね。知らせてくれと、本人知りたがってるから。じゃあ最後ですが、はい、父親が車を洗うのを手伝いました。はい、Help his father。 はい、その後、はい、もうない方が今頃多い原型ね。はい、だから wash、 wash、 はい、前が help to でも原型ですから wash のままでいいですからね。 wash to しないでください。はい、それでは110ページ説明したということで、今日の宿題は112ページの789ね。112ページ789を宿題。まっすぐできるんです。112ページの789。これをやっておいてください。まあ、プリントの方もね、どんどんやっておいてください。作文の方ちょっとね、2年、今までの復習でもう現在完了のところまでね、追いついたんで、ちょっとあれはもうちょっとして、また進んでから、ああいうの出します。はい、それでは、5月12日、中3英語の授業をこれで終わります。